それでは小倉2歳ステークスに出走しますカイロアクマの中塚女子です。よろしくお願いします。もう見るからに、はい、まあ、可愛らしいというか、そうですね、小柄ですね。はい、小柄です。だって気候がちょうど僕の目線でまだ下にありますもんね。低いですね、うん、だからその前ちょっとこう詰まってるというか、うん、背の低い分、はい、だからやっぱりスプリターという、そうですね、サイズはちっちゃいです、うん、コンパクトなんですけど、うん、はい、そういうスプリンターの部分は持てますね、うん、はい、スプリンターの部分を本で見せつけましたね、新馬戦で。そうですね、まあ、血統的に、うん、おばあさん、お母さん、お父さんと、まあ、全部戦人で活躍したんで、うん、まあ本当新馬はかなり狙って、もう自信もあった、ありましたね、はい、この馬に関してはありました、ね、いや、それでも想定を超えたぐらいの勝ちっぷりだったんじゃないですか。そうですね、あのそこまで、まあ、いい内容で勝ってくれるとは、うん、まあ、思わなかったですけど、まあ、送り出す段階では、まあ、この馬でダメやったら厳しいなって思うぐらいあ、それぐらいのもう、まあ、デビュー前は、うん、仕上がりとやっぱりスプリント能力の高さが、そうですね、その、まれたやっぱり結構の力に、うん、はい、期待しました。まあ、小倉2歳ステークス、もちろん、はい、ね、ここはもう大チャンスのレースだと思うんですけども、そうですね、うん、まあ、狙いたい、うん、はい、レースだったんで、本当無事初戦で、まあ、つながったんで、その、うん、重賞に向けての、はい、まあ、でも不安というのは気楽なもんですから、はい、ああいう勝ち方を見せられると、はい、やっぱりこの先、はい、カイロアクマがどういう、まあ、競走馬になっていくかっていうのをこう、まあ、想像してしまう中で、はい、やっぱりこれから距離も少しは伸ばしていかない、ね、はい、いかん時期もありますからね。女の子なんで戦力まではやっぱり、はい、うん、夢見たいと思いますし、はい、なんとかこう戦人の決闘でもどうなんですか、その辺の制御力っていうか、はい、精神的なもの調教に関しては、はい、割と、まあ、コントロールはしやすいんですけど、うん、やっぱいざ競馬とか追い切りとかなると、うん、まあ、結構真面目に走っちゃうんで、その辺がどうかなんですけど、まあ、普段の調教に関しては逆にちょっと届けてるとこもあるんで、うん、なんとかそれをちょっと距離持つ方に持っていけたら、はい、いいんですけど、まあ、そこはもうやっぱり急車力というか、はい、そうですね、あとは馬の気持ちちょっと穏やかにしてそうですねこれでももうちょっと対抗も伸びることは伸びますよ、ね、あ、大きくなると思いますよね。まだちょっとさすがに若い、うん、はい、そこからどうなんですか、その筋肉はやっぱりこうもっとこう横についてくるとよりスプリンターになっていく、はい、そうですね、もっともっと馬力も出ると思いますし、うん、あとパワーも出てくると思いますし、背は低いんですけど、うん、まあ、首差しと、ね、肩幅と、うん、まあ、この肩の筋肉とすごいですよね、はい、まあ、小ささと比例してないっていう感じ、はい、ちっちゃい中にも、うん、はい、いいものを備えてるんで、うん、はい、やっぱり、まあ、だからいずれはやっぱりスプリンターとして大きな才能開花もっとしていってもらいたいけど、ね、はいはい、来年の春ぐらいまではそうですね、やっぱりね、誰しもがやっぱり生まれるまでは夢見たい、はい、うん、まあ、分からないですけどね、その次の競馬次第とか、うん、ビアンドルみたいに戦人のままで、うん、まあ、まあ、そうですね、まあ、行くっていう手もあるとは思いますけど、うん、はい、まあ、でもそのためにもそのいわゆるまあ競馬を教えていく、まあ、距離を持たせるための調教させるためにも、はい、まあ、早めに大きなところを買っといて、はい、賞金的余裕を持たせた方がいいですね。そうですね、はい、無理やりこう使いに行くとかじゃなくて、うん、無理やり権利取りに行くとかじゃなくて、やっぱり余裕持ってチャレンジできるようには、うん、していきたいってかになってくれたらいいなとは思うんで、はい、そのためにはカイロアクマにとっても、はい、次の小倉2歳はちょっと大事な一戦、そうですね、ですね、先々余裕持って進めるためには、はいはい、大事な一戦になると思います。はい、初戦使って上積みもありますか。そうですね、まあ、多少感覚も空いたんで、うん、いくらか成長も、まあ、短い期間ですけど、うん、成長もあると思いますし、やはり一度経験してるっていうのはマイナスにはならないと思いますし、そんな、まあ、基本おとなしいんで、まあ、こんな
回競馬行ったからって、うん、もう入れ込んでしょうどうしようもないってこともないと思いますし、まあ、本当に、はい、次なんとかいい状態で使えればと思います。それでは最後に抱負をお聞かせください。はい、そうですね、まあまあ、チャンスある、まあ、戦にの舞台なんですけど、まあ、なんとか頑張ってほしいと思いますので応援よろしくお願いします。カイルアコナーの中塚女子でした。ありがとうございました。